どうもありがとうございます、はい、どうもお待たせしました。それでは新庄の定例会見を始めます。よろしくお願いします。私の方からは一点発言しておきたいと思います。森友学園をめぐる疑惑究明のために野党4党としてですね、関係者の招致を求めております。で、これはぜひとも問題の究明、疑惑の究明のためには必要だと考えております。で、与党の方はですね、違法な点はないと言って、招致は必要ないという立場 でありますけれども、違法性の有無にかかわらず、疑惑があればそれを究明し、政治的道義的責任を明らかにするのは国会の責務です。大体交渉記録も廃棄してしまったわけで、違法性の有無についてもですね、そういう状況の下では、関係者をお呼びして直接問いただすしかありません。ですから違法性はないということでね、この参考人招致に、反対するというのは全く道理が立たないと、自民党の幹部の中からは、何を言い出すかわからない、だから、招致はしない方がいいと。で、こうなりますともう語るに落ちるということになりますけれども、ぜひですね、この招致を実現し、そして問題点の究明を図っていきたいと思います。与党は野党の要求に応えるべきだと重ねていきたいと思います。私の方からは以上です。はい、どうぞ。はい、今のご発言に関連してなんですが、4野党以外にも日本維新の会も招致すべきだという姿勢を示していますけれども、日頃の国会運営では4野党と日本維新の会、相容れない部分もあるかと思うんですが、一致する点についてはもう足並みを揃えていけばいいんじゃないかなというふうに私は思うんですが、どうしてお考えを聞かせてください。うん、そういう事実じゃないですか。一致すれば協力していくということでいいんじゃないでしょうか。この問題についてはね。はい、どうぞ。昨日の、参議院予算委員会なんですけれども、稲田防衛大臣がですね、教育直後に関する、答弁、福島由紀子さんの質問に対して、ある種、是認するようなです、ね、発言をされました。防衛大臣に資質なんかを指摘する声もありますけれども、委員長の方にお聞かせください。教育直後についてですね、全体として現在にも通用する特目が枯れてるんではないかと言って肯定する議論があります。しかしこれはね、教育直後の、本質を全く知らない、全くずそれに対する無理解から生まれているものだと思うんですね。教育直後には一連の特目が並んでます。その特目の中にはですね、例えば友達が仲良くしようとか、そういうですね、それだけ取り出せば問題のない特目もあります。しかし一連の特目はですね、最後ですね、一旦関係があれば旧公に報じ天上無休の幸運を不欲しするしというところにつながってるわけですよ。全部の特目の結論は、一旦ことが起これば天皇のために命を投げ出すという、この究極の命題につながってくるわけですね。ですからね、部分的にそういうものがあるからといって教育直後はにはいいところもあるんだという議論はね、これは通用しないと。これ実はですね、戦後間もなく衆参両院で教育直後の執行決議というのが上がっております。その中での議論で提案者がですね、そういう教育直後にも部分的真理はあるんじゃないかというね、教育直後の部分的真理論というのが議論になったんです。それを否定してるんですね。ですから個々に是認できる特目があったとしても、直後の枠組みの中に入った場合には全然違う意味が出てくると。すべてはその若者をですね、そういう形で戦争に駆り立てた、命を投げ出すという特目につながっていくということですから、部分的にも真理があるとかね、いいところもあるとかね、ましてや全体として是認できるとか、そういう、ね、認識というのは絶対にこれはね、
日本国憲法のもとで許されない認識と言わなければなりません。で、国会決議でも衆参ともに執行決議が上がっているわけでね、全くそれを無視するものだと思います。ですからこれはね、そういうことをですね、防衛大臣が口にするというのは資質に問われる問題だと正していかなければなりません。で、この教育直後、まあ、いろいろあっても全体としては問題いいことも書いてあるという議論ですね。そういう教育直後の肯定論というのは絶対に今通用させてはならないと思います。はい、まあ、都議選に関連でなんですけれども、小池知事の都民ファーストの会が国政研究会でですね、国政部からの勉強会を、まあ、近くですね、調べることが判明したんですけれども、次期衆院選に向けてですね、まあ、候補者を立てる席ではと言われているんですが、その小池知事、まあ、ならびその都民ファーストの会が国政に打って出たときに、まあ、どんな影響が、まあ、選挙、まあ、野党中心にあったということを考えるか。今それにコメントする段階じゃありませんね。私たちまず都議選を戦います。で、都議選を戦う上でですね、この政党対決の構図はこれは小池知事対自民党じゃないと、自民公明対共産党だと、で、ここにあると思っております。で、すなわち3代にわたる都知事、石原知事、猪瀬知事、増田知事、この3代にわたる知事のもとで、さまざまな利権、あるいは今回のような情報隠し、いろんな問題が起こっているわけです。都政の闇が起こっているわけです。しかしこの都政の闇をですね、都知事と一緒になって推進してきたのは自民公明なんですね。で今度の都議選で問われるのは、まずその自民公明のこれまでのやってきたことですよ。そして今やろうとしていること、これが問われる。ですから 都政の闇を歴代知事とともに作ってきた自民公明に退場の審判を下していくと、で共産党を伸ばしていくというところに今度の都知事選挙の都議会議員選挙の最大の争点があると考えております。まあ、そういう戦いをやっていきたいと思っています。まあ、そういう流れの中でね、都民ファーストがどういう立ち位置を取るのかということをね、問われてくると思いますし、それをよく見定めて対応していきたいと思っております。はい。被災地にですね、アグロを持っていかないと批判された今回自民党の舞台内閣府政務官が、昨日ダブルツヤがその発言が多かったなどと言いまして、まあ、これは母国の謝罪もして反省もしているんですけども、発言形式の感想を。あまりにも軽いというか、で自分が どうして批判されたかってことをね、理解してない発言ですね。恥ずかしい発言だと思います。まあ、全体として安倍政権が究極のモラルハザード政権だというふうに私たちは党大会の決定で強く批判しました。あらゆるところで現れたと思いますね。で、共謀罪をめぐる法務大臣の態度、東スーダン PKO をめぐる防衛大臣の態度、そして今度の森友学園に対する内閣の対応、あらゆるところでこのモラルハザードが起こっていると。ですからこれはね、今度の総選挙で厳しい審判を下すというところで決着をつける必要があると思っております。いかがでしょうか。よろしいですか。どうもありがとうございました。